SCP-254JB、オブジェクトクラス。ユークリッド、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-254JB はその性質上、特定施設への収容が困難であるため出現地域の都市開発へ財団が干渉する形で収容されています。一般店舗への転移を防ぐため、財団所有のフロント企業が当該地域に、箇所の店舗を営業しています。これらの店舗は街頭から店内が見えない設計にした上で、壁掛け型の、お品書き、を設置します。また、営業時は財団規格のポス端末を使用し、もし注文に SCP-254JP が確認された場合、緊急ネットワークを通して財団に通知されます。通知を確認した担当者は店舗を2時間封鎖し人員の出入りを制限した後、関係者に記憶処理を実施してください。その際、店舗内への侵入は禁じますが、皮脂脂性麻酔ガス等の使用は許可されます。また、必要に応じて周辺地域に適切なカバーストーリー、設備の改修、店主の急病等、をルフしてください。当該地域で営業をする財団所有以外の店舗は従業員や経営アドバイザーとして潜入したエージェントにより、食券販売機による営業を行うよう誘導されます。万一財団所有以外の店舗で SCP-254JP の出現が確認された場合は機動部隊に、24、口うるさい常連客が該当店舗を封鎖した後、関係者にクラス B 記憶処置を実施してください。実験はセキュリティクリアランス3以上の承認を得た上で、財団のコントロール下にある店舗のみで行ってください。SCP-254JP A の接触実験には D クラス職員のみを用い、店舗周辺の完全封鎖が可能であることが条件となります。2000年月に追記。事件 SCP-254JP 以降、一切の実験は禁止されています。県、町全国各地に潜入中の財団エージェントは本報告書を熟読し、飲食店で発生した暴力事件や死亡事故を対象に監視を行ってください。SCP-254JP B が原因と思われる事件が発生した場合、速やかに財団本部へ通報した上で、上述の特別収容プロトコルに従って可能な限り対象店舗の封鎖、関係者の確保を実施するべきです。説明。SCP-254JP は現在、県、市内の、駅周辺の繁華街で営業している。主にラーメンを取り扱う飲食店に出現する壁掛け型の、お品書き、として実体化する存在、およびそれに付随すると見られている一連の現象です。素材や形状、書体はその店舗に最も馴染むものとして出現しますが、メニューは、頑固親父のバリカタラーメン、に統一され、必ず価格も一緒に記載されます。なお、価格は出現のたびに変化します。SCP-254JP が出現した店舗内の空間は厨房やバックヤードを含めて影響下に置かれ、店舗内空間に存在するすべての人間は SCP-254JP を認識しながらもその存在、および引き起こされる現象に違和感を抱かず通常通りに振る舞います。防犯カメラなどの監視手段はすべて未知の手段で機能しなくなるため、現在のポス端末を利用した特別収容プロトコルが考案されました。SCP-254JP の内容が注文されると、5から15分程度で厨房に SCP-254JP A が出現し従業員はそれを通常の手順で客に提供します。以下、SCP-254JP を注文した人物を注文客として、SCP-254JP A はその店舗で通常使われている食器に盛り付けされた物品で、大まかに麺、スープ、具材に分けることができます。また、SCP-254JP A は、記載された価格におおよそ釣り合う価値の材料から構成されます。しかし、以前と、お品書きに記載された価格が同じでも、SCP-254JP
A の具材や内容が異なる場合があり、一般にラーメンと呼べない物品や、食品ではない物品が含まれる場合もあります。注文者は SCP-254-JP。A の内容に関わらず完食しようとしますが、苦痛や嫌悪感を感じている様子はありません。また、SCP-254-JP。A が物質として持つ性質はそのままであるため、内容物によっては食中毒や消化器系への負傷を経て、最悪の場合死亡します。食事を妨害しようとする行為に対しては、注文者は元々の性格に関わらず極端な攻撃性を持って排除しようとします。この行動には自傷行為や相手の殺害も手段として含まれるため、制圧には注意が必要です。以下の条件のうちどれか一つを満たしたとき、SCP-254-JP は店舗から消失します。注文者が SCP-254-JP-A の体積のうち 95% を胃に収める。注文者が死亡する。SCP-254-JP-A が完食されないまま、提供から2時間が経過する。SCP-254-JP が注文されないまま出現から2週間が経過する。消失後、不定期の休息期間、1週間から3ヶ月程度、の後に半径 1km 以内の他の店舗に移動します。転移を防ごうとする全ての試みは失敗しました。以下は財団で確認できた SCP-254-JP-A の例です。価格800円。内容、麺、スープ、具材、チューブとの縮れ麺。ごく一般的な味噌味。ブロック状のチャーシューともやしを主とした大量の具材。被験者の感想、非常に微味。接触後の経過、異常なし。価格、200円。内容、麺、スープ、具材、インスタントと思われる麺。極めて薄い塩味。少量の白ごま。被験者の感想、伸びていて変に酸っぱい。接触後の経過、接触後軽度の腹痛及び下痢。一般的な処方で感じ。価格、7500円。内容、麺、スープ、具材、細麺、豚骨、伊勢海老とフォアグラ。被験者の感想、豪華でまずくはないが全体的にちぐはぐな印象。接触後の経過、異常なし。価格、2300円。内容、麺、スープ、具材、直径 1mm の鋼線、水銀、ネジや蝶つがいなどの金属部品。被験者の感想、なし。接触後の経過、水銀中毒で、編集済み。価格、10円。内容、麺、スープ、具材、編集済み、の体毛、血液。後の分析で被験者の DNA と一致、編集済み、の皮膚組織。被験者の感想、データ削除済み。接触後の経過、食中毒により、日後に衰弱死した。価格、編集済み、円。内容、麺、スープ、具材、直径 2mm の、編集済み、ガソリン、工業用ダイヤモンド。被験者の感想、なし。接触後の経過、編集済み。SCP-254-JP はラーメン店で発生した客同士の奇妙ないさかいにより、財団に発見されました。両者は知人同士でしたが、注文者が被害者を執拗に殴打して殺害。その後警察が来るまで SCP-254-JP-A を食べ続けましたが、塩酸、編集済み、を含む劇薬を摂取し、死亡しました。従業員へ対するインタビューによると、被害者が、胡椒を取ってくれ、と頼んだところ、
注文者が激高し殴り合いに発展したとのことです。この情報が正しければ、食事をわずかでも中断させるような頼み事さえも妨害とみなされる模様です。インタビュー終了後、目撃者を含む関係者全員に記憶処理を実施しました。SCP-254JP は食券販売機や卓上型のメニューに擬態しないことが確認されています。また、県、市内の繁華街より外の転移は行われていません。付記、一連の実験はイレギュラーな事態に対する SCP-254JP の反応を引き出すことを目的として、財団フロント企業経営の店舗に SCP-254JP の出現が確認された後に、B-254JP をサイト、8173から移送する形で実施した。実験 B-254JP-01、日付2000、9月13日。実施方法 B-254JP に、頑固親父のバリカタラーメンを注文し、その後2時間食べずに待機するよう指示。また指示に反した場合処罰される旨も通達。SCP-254JP の表示価格、750円。内容物、麺、スープ、具材、細い縮れ麺、豚骨醤油スープ、たっぷりの背脂と白髪ネギと味付け卵。結果、指示に反し25分で完食。実験終了後の経過も異常はなかった。分析。こちらからの単なる強制では食事を止めることはできないようだ。実験 B-254JP-02、2000、10月25日。実施方法 B-254JP に SCP-254JP-A が提供されたタイミングで SCP-254JP の特性を説明した上でエージェントを派遣し、提供された SCP-254JP-A を奪取して店外へ持ち出すよう指示。なお、エージェントは近接格闘の熟練者であり、財団標準の防と鎮圧用装備を着用。SCP-254JP の表示価格、300円。内容物、麺、スープ、具材、細いストレート麺、アルコール度数 25% の焼酎、このマージと見られる魚類の眼球。結果、エージェントは入れ店後 B クラスの方に向かわず従業員に案内され着席し、通常のメニューを注文。そのまま D クラスの食事が終了するまで、自身の食事を続けた。実験後のインタビューでエージェントは、指示通りにしようとしたが体の自由が効かなかった。唯一行動できたのがラーメンを注文し食べることだけだったので SCP-254JP 以外を頼んだ。また D クラスが食べていたものについては普通のラーメンに見えた。と説明。B-254JP は急性アルコール中毒を発症しながらも84分で完食。その後医療施設へ搬送され、治療を受けて生存。アルコール中毒に関しては B-254JP の体質的な問題の模様、インタビューに対して、自身が食べたものについては、見た目に何ありだがうまいラーメンだった、と供述。分析、どうやら、店内にいる者はラーメンを食べる以外の行動を封じられた上に誤った認識を植え付けられるようだ。まあ、ラーメン屋は普通ラーメンを食べに来るものだから、体の自由が奪われていると気づくことは難しいだろう。推測になるが従業員や出入りの業者等も通常の業務以外の行動はできなくなると思われる。店外から目視で観察することは可能だが、店内に侵入して直接制止するのは無理ということだな。実験 B-254JP-03、2000、年、月、日。実施方法、接触を妨害するために、B-254JP にハーネスとロープを装着。ハーネスにはロックをかけて自分で外せないようにする。SCP-254JP-A が提供された後、店外からロープを引っ張って B-254JP を強制的に退店させる。SCP-254JP-A
A の表示価格、3万円、内容物、麺、スープ、具材、鉄製の有刺鉄線、編集済み、の行、カミソリの刃及び、データ削除済み、の対峙、結果、ロープが引っ張られた瞬間、B254JP はハーネスを外そうと抵抗。自ら左肩を脱臼させて無理やり引き抜こうと試みるも、右足にハーネスが絡みつく。天外のエージェントが続けて引っ張るが、B254JP は、編集済み、を用い右足を粉砕してロープをすべて取り去り、114分で完食。その後、財団医療施設へ緊急搬送されたが、到着前に車両内で死亡した。ホイ SCP-254JP-01 実験 B-254JP-03 の翌日、死亡した B-254JP の遺体が遺体安置所から消失しました。現在捜索中です。捜索は打ち切られました。ホイ SCP-254JP-02ホイ SCP-254JP-01 の消失事件から6ヶ月後の実験 254JP により具材として以下の文章が書かれたチラシが出現しました。この度町にのれん分けした支店を開くこととなりました。自慢の弟子による頑固親父直伝のバリカタラーメンを町でもぜひご賞味ください。本店も引き続きご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。県、町は B254JP の出生地であることが確認されました。現在、町内で SCP-254JP が確認されていないか特別警戒中です。2000年、月、日、町内にて SCP-254JP が確認され、これによる本オブジェクトの増殖性が確定しました。財団が未掌握の SCP-254JP 個体が存在する可能性が非常に高く、ユークリッドからケテルへの再分類が提案されました。SCP-254JP のケテルへの再分類は承認されました。日本支部理事。